うん。どうすか皆さん、やってますか、やることやってますか。あー、くそ、曲覚えなきゃな。曲覚えなきゃ、曲も覚えなきゃいけない曲いっぱいある、いっぱいある。あ、じゃあ一曲聴いてください。自分のダサいトラックで、ダサいって言っちゃった。
まあ何でもいいじゃない別にフレーズなんか別に。まあコード進行は G マイナーと、E フラットメジャーセブン、G マイナー、G マイナー、C マイナーか。自分で作っといても覚えてないっていうね。G マイナー9、E フラットメジャーセブン、G マイナー9、C マイナーセブンでしょ。だから。とにかくこのコード進行の中で、今6人見てるけど一応、実はこのトラックの、この超薄っぺらいトラックにした理由は、これドラムの情報は一切、キックとスネアは、キックとスネアだけしか入ってないんだけど、あ、一応シェーカーも入ってるのか。だけどこう跳ねたポイントとかに一切何のこうあれは入ってないわけですよ。言ってる意味わかりますか。ちょっと流します。しか入ってないわけですよね。このチでとかチがチがだから、ベーシストがもしブン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 で思いっきり跳ねなければもうそういうグルーヴになるし、しまえばもうその曲のグループが決まっちゃうわけですよ。言ってる意味わかりますか。まあそんな動画を作りたいなと思ったんだけど、もう時間ない中ねやるとね、時間ない中やるとめっちゃ演奏が荒いわけですね。それがすごく嫌いだったんで、今ちょっとライブ動画を使って自分がどうやって練習してるかっていうのを今見せました。なんで、まあ、もしよかったら、結構これ今の俺何分ぐらいライブやったんだろう、わかんないけど、まあ後でもう一回これエディットして残しておきますよ。みんな練習してね、みんな練習してねってお前だよみたいな。でもいい練習になるでしょ。ちょっともう最後、もうラスト3分、ラスト3分適当に弾きます。あ、本当ありがとう。だからもうこうやってトラックが流れてる段階でスラップでも何でもいいから、ファンキーにこう弾いたり、だからこれのだから、まあ、さっきちょっとトライして全然できなかったけど、やっぱ音数やっぱ少なくね、跳ねる。うん、うん、が。
難しいね。まだ1分ぐらいあったけど、もう途中で終わらすっていうね。ちょっと僕他に曲を覚えなきゃいけないんで、まあもしよかったら参考にしてください。皆さんまたね。ソワンさんが入ってきたけど今。